まして金森選手です。ナイスゴールでした。ありがとうございます。途中出場でどんな思いであの得点シーン振り返りますか？そうですね、まあ見てて、まあ裏だとか間だとか結構スペースがあったんで、まあそこをついていけば、まあシュートチャンスも何回かあったんで、まあ全部決めたかったんですけど、まあ本当決まってよかったです。これで最終予選に向けても金森選手自身のいいアピールにもなったと思います。どう考えてますか？そうです、まあ、まだまだ、まあ、プレーの質だとか、ゴール以外の部分で、まあ、ミスもありましたし、まあ、そういうところをまたチームに帰って、しっかり、課題を見つめ直して、また最終予選までもう半年しかないんで、しっかり、チームに戻って結果を出していきたいと思ってます。ぜひ楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。見事な得点を見せました金森でした。この後9時からはドラマ警視庁捜査一課9係をお送りします。日本代表、22歳の若き日本代表が見事にコスタリカ相手に2対1